前回のあらすじ、動画5本連続フライ姿だったマロ先輩、彼は最後の力を振り絞り、体を高速回転させて、衣を引き剥がそうとするのだった。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、あのマロカリス改め、マロ先輩です。いや、ただ元に戻るんかい。そのままか、変な姿になる前振りかと思ったじゃないの。何を言っているのだ、衣を剥がすのは朝飯前だと言っただろう。まあ前回の動画で言ってたけど、あと何さっきの回想、なんか熱い展開みたいになってるけど、前回そんなじゃなかったわよね。あれくらいだったような気がするがな。絶対に違うわよ。ジェイ、変な姿になるの期待してたのにつまんないの。そんな無茶苦茶なこと期待するな。ジェイ、ジェイ、ジェイ。そんなにジェイ、って言わなくてもいいであろう。ジュ、ジュ、ジュ。ジュ、ジュ。いや何か様子が変じゃ、おい、しっかりしろ霊夢。ジュ。は、危ない危ないネズミの霊に取り憑かれてたわ。私巫女だから、気を緩めると体が乗っ取られる体質なのよね。何、その体質、怖。ネズミって体を乗っ取ろうとするし、伝染病を運んできたりして、汚いし厄介な存在よね。確かにあまりネズミにいいイメージはないかもしれないが、脅威の繁殖率から薬の開発に役立っていたり、人々から英雄と称されているネズミもいるのだ。英雄って言われているネズミがいるの？そうだ、というわけでカンボジアで英雄となったネズミを解説して、行くぞ。今回はこの項目で解説するぞ。目次を見ることができれば、それは実現できる。ネズミはどうして英雄となったのか、それにはまずカンボジアの地雷問題について解説しよう。まずその話を聞いた方がわかりやすいのね。1970年代、それは冷戦の時代。カンボジアはポルポト軍とプノンペン政府軍で内戦を行っていた。その際に数多くの地雷が埋め込まれ、それが今現在も大量に残っていて問題になっているのだ。愚かなことね。地雷はその残虐性から悪魔の兵器と言われていて、地雷を踏んでもすぐ死ぬことはなく、その怪我した人を助けるのに二人は必要になり、兵士を一人殺めるよりその方が、部隊の戦闘能力を効率よく弱められるのだ。その後の治療費などのお金を使わせてさらに相手側を疲弊させることもできる。嘆かわしいわ。地雷の原価は1個1ドルくらいで安価で手に入る。そのため数は推定だがカンボジア内戦で600万個仕掛けられたと言われている。600万個？めちゃくちゃ多いわね。今でも地雷の被害が多く出ていて、2015年のデータでは111人も被害に遭ったのだ。地雷は探知機でもうまく反応しないものがあったり、ただの鉄くずに反応したりするなど、探すのがとても難しいのだ。地雷、恐るべし。その地雷を数多く見つけ出した動物がいる。それが今回解説するネズミなのだ。ネズミがそんなことできるなんて知らなかったわ。次はそのネズミを詳しく解説しよう。それはアフリカオニネズミという種類のネズミだ。なんでそのネズミが地雷処理に選ばれたの？アフリカオニネズミは、ネズミの中でも嗅覚が優れている。その能力を買われタンザニアのアポポという団体で、9ヶ月のトレーニングを積み、地雷などの爆発物に含まれる化学物質の、匂いを嗅ぎ分けられるようになったのだ。地雷を見つけた際は、地面を引っかいて人間に知らせるぞ。それはすごいわね。でも匂いを嗅ぎ分けるなら犬でよくない？アフリカオニネズミの体重は 1.2 キログラム、体長は70センチ。その大きさは地雷を踏んでも作動しないちょうどいい大きさだったのだ。だから犬よりネズミの方が、安全に地雷を探し出すのに向いているのだ。なるほど、それなら納得だわ。何匹もトレーニングを重ねたネズミたちがいるが、とりわけ優秀だったネズミがいた。それがマガワと名付けられたネズミだ。マガワは人間が地雷の有無を調べるのに、4日かかる広さの土地を30分で調べられた。派遣された2016年から、2021年老化で動きが鈍くなり6月に引退するまでの5年間で、なんと地雷71個と不発弾38個見つけ出したのだ。それによりマガワはカンボジアで住めなかった、22万5千平方メートルの土地を住めるようにしたのだ。約サッカー場31個分の広さね。その並外れた成果を上げたことからマガワは、1943年にマリア・ディッキン氏によって創設された、伝統あるイギリスの動物愛護団体 PDSA から、2020年9月に表彰を受け、ディッキンメダルを授与されたのだ。メダルをもらっているなんてすごいわ、私なんか一枚ももらったことないのに。
このメダルは初めは戦争で活躍した動物を称えるために贈られていたが、今は戦争関係なく勇敢な動物に贈られている。今まで60回以上の授与があったが、ネズミでそのメダルを贈られたのはムガワが初めてだったのだ。表彰の際 PDSA は、ムガワの活動は地雷によって影響を受けた人々を救い人生を変えた。と人々を救った英雄として称えている。私も人の役に立つ子として称えられたいものだわ。ムガワは引退した後は指導役として、新人ネズミと数週間行動した後、タンザニアに帰り、大好物のバナナとピーナッツを食べてゆっくり余生を過ごすそうだ。ゆっくり休んでいってね。どうだ霊夢よ、この話を聞いてネズミに対するイメージが変わったであろう。いや、特に。これはこれ、それはそれよ。そっか。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。マロチャンネルの動画をもう一本見ていただけたら幸いです。